皆さんこんにちは。 Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。このビデオでは皆さんに透明の携帯ケースをきれいにする方法をご紹介します。こちらは少しひびが入ったりして壊れています。こちらの透明で何も柄のついていないもの、和紙テープなどを使ってきれいにしていきます。皆さんのお好きなテープをお使いください。またハサミも一つ必要になります。きれいにする方法はとても簡単です。用意した和紙テープをそれぞれのケースの大きさに合わせて広げて上に貼っていきます。少し長めに切っておいて内側にも貼るようにします。今回は3種類の異なる和紙テープを使っていますが、皆さんもぜひ自分で考えて綺麗なテープを使ってみてください。貼る順番も皆さんのアイデア次第でいろいろなものを作ることができます。こちらのボタンのために開いている横の穴のところは和紙テープを貼り終わったらハサミなどを使って切り取っておきます。小さくて細いハサミを使った方がこういう場合は便利です。これでデコレーションが完成です。完成するとこのような感じになります。携帯電話を中に入れてみるとこのような感じになります。いかがでしたでしょうか。今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。